はい、それでは12月17日の3問に入ります。 A の故意または過失による加害行為により B が即死した場合、 B に損害賠償請求権が発生せずに死亡したと考えられるため、その相続人は B の損害賠償請求権を相続することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは B の損害賠償請求権を相続することができるので誤りです。例えば A さんが車を運転中前方不注意で B さんを引いてしまったと。で、B さんが即死してしまった。この場合、B さんの奥様や、子供さんは A に対して、つまり加害者ですね、に対して損害賠償請求できますよね。まあ、これはテレビのニュースでも目にする内容です。つまり、死亡した B さんの有する損害賠償請求権が、奥様や、お子様に相続されたことを意味するんですね。しかしこれを法理論に基づいて考えると少しややこしくなるんですよ。B は即死なので、損害賠償請求権を持つ間もなく亡くなってます。そうなると、損害賠償請求権は B が有しない権利なので、奥様や子供に相続されないですよね。そもそも B さん即死で損害賠償請求権を持っていないから、持っていないものが奥様とかお子さんに相続されるわけがありませんよね。逆に即死でなければ、事故後 B は損害賠償請求権を取得するので、その後 B が死亡することによって、まあ、相続の対象になります。で、これでは負傷後に死亡した場合と比較して甚だしく不公平ですよね。はじめにお話した即死の場合の方がすごく不利になるわけですよ。一方で即死せずに、まあ、少しだけ生きているというのであれば得すると、これちょっとおかしいですよね、話としては。だから判例では即死の場合も傷を負った時と死亡した時との間に感覚が多少なりともあると、その時に損害賠償請求権が発生するというふうに考えて、それが相続されるというふうにしてるんですね。まあ、結論は常識的に考えればすぐわかると思うんですけども、判決文として出題されたら悩む問題だと思います。なので、まあ、上記概要は頭に入れておいて損はないと思います。で、問いにですね、都道府県知事は不正手段によって宅建取引士資格を受けようとした者に対してその受験を禁止することができるが、何年を上限として受験禁止ができるか。これ記述問題になってるんですけども、実際の本試験ではマーク式なので丸か×かなんですね。ただこの数字については覚えていただきたいので、まあ、今回記述式にしております。で、答えはこれ3年ですね。3年以内の期間を定めて受験を禁止することができます。例えばカンニングして見つかるといった場合、3年間受験できなくなる可能性があるので気をつけてください。5年っていうのは取引証の有効期間と免許の有効期間ですね。まあ、このように比較して覚えるようにしましょう。これが効率的な勉強法です。で、問い3ですね。市街化調整区域内の山林の所有者がその土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で杉の苗を植える場合には、農地法4条の許可を受ける必要がある、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。まず農地法の農地っていうのは現況で判断しますよね。まあ、これポイントです。そして果樹園は農地に該当します。まあ、これはもうこのまま覚えていただいていいんですけども、今回山林の土地がどのように変わるのかを考えると、山林がまず農地に変わります。果樹園に変わります。で、その後また山林に戻すという流れですよね。つまり山林から農地、ここについては4条許可は不要です。一方、農地から山林、こちらについては4条許可必要ですよね。農地から農地以外に転用しているので4条許可が必要です。で、きちんと考え方が分かれば答えは導けるはずです。このように論理的に考えることが重要なんですね。個別指導ではこのように論理立てて答えを導く練習も行います。論理的な思考が苦手な方も、宅建レベルであれば大丈夫です。中卒で分数計算もできない受講生様でも合格していただいたぐらいなので、宅建レベルであれば、まあ、ほぼ誰でも合格することは可能です。なんできっちりね、論理立てて物事を考えるってことを習慣化していただければと思います。もしあなたが勉強しているけれども実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、
間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に卓球の教材だけで勉強していたとしてもなかなか理解することは難しいです。理解学習をするにはそれぞれの法律について専門的な本だったり専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですがそれをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったりイメージだったり考え方だったり理由付けだったり理解するために必要な内容を入れております。またわからなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では卓研には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであればぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。